ビリーバーティビリーバーティは、アメリカ合衆国の映画俳優。20世紀における著名な小人賞の人物の一人。ペンシルベニア州、ミルズボロ生まれ、イタリア系アメリカ人。1920年代から、短編サイレント映画のミッキー・マグガヤシリーズで、ギャングの一味を演じて、俳優活動をスタートさせる。1933年の映画、ゴールド・ディガースでは、 当時9歳だったバーティが、奪車から逃げ出す赤ちゃんを演じた。低い身長を活かした早くやコミカルな役につくことが多かったが、W.C. フィールズメ、ファールプレイ、指輪物語、ナイトパトロール、レジェンド、光と闇の伝説、マスターズ長空の覇者、ウィロー、パロディ放送局 UHF、メルブルックス逆転人生、衝撃性放送、 ラジオ殺人事件などの作品では助演級の役所を務め、出演作品の制作には限りない熱意を注ぐことで知られていた。その他には、フロリダ州オーランドにあるテーマパーク、エプコットのアトラクションに登場するキャラクター、フィグメントの声を1998年まで担当した。また、小人上の人権向上を支援する活動家でもあり、活動の一助とするため、 非営利団体、リートルピープルオブアメリカを1957年に設立している。しかし、同じく小人賞の俳優だったエルベビリシェーズが、小人賞は俳優でなく見せ物の小人だと主張することにはひどく失望していた。1962年に、シャーリー・ボリングブルックと結婚。二人の子供を設け、ローリ・ニールソンはテレビを呼び、映画のプロデューサー、ブレーデン・バーティは、 映像監督についている。ありがとうございます。